こんにちはブローガーそしてフォークシンガーの原慎一です10月20日日曜日のライブ告知をさせていただきます毎週日曜日の23時から23時半までの30分間フォークソングを弾き語りながら世の中の出来事を語ります今週もロシアウクライナ情勢をメインにお届けしますこの動画では今週ここまでの集落解放情報をお伝えします右の前線全体図のマイナス1の場所にあるスターラやソロチナおよびビクトロフカ 7の場所にあるマクシミリアノフカの解放が報告されています順にお伝えしておきますまずはマイナス1クルスク州について確認映像がなく現在まだ見解が分かれているところではありますがスタラやソロチナおよびビクトロフカの解放を複数の軍事サイトが報告していますもし事実としますと大変なことになります この部分のやや広域の地図を次にご覧いただきます。これがその図です。右側に赤い文字で記されているのがスタレア・ソロチナとビクトロフカですがご覧の通り青い丸で示した部分のウクライナ部隊が完全に包囲されていることがわかります。そんななこととがが、あるのかと疑いたくなりますが ささらに驚くべき映像が公開されていまュビモフカ付近で包囲されたウクライナ部隊が図の青い点線の矢印の方向へ武器も持たず降伏するでもなく運命を悟ったかのようにただ徒歩で包囲を抜ける方向へとひたすら歩く姿がロシア軍のドローンカメラに捉えられました。 ここのようなななとをするなら、なぜ降伏しししないいのかと呆然と然してしまいます降伏すればロシア軍は捕虜として扱い命を奪うことはしませんが逃げるとなれば見逃すことができません当然多数のドローンが準備して待っておりその後目を覆いたくなるような光景が展開されました。推測されるのは、 双方の捕虜の数に差がつきすぎてしまいウクライナ軍としては交換して取り戻せる見込みが少ないのでこれ以上は捕虜に取られるよりも無理に突発させてほんの一部でも生き延びて脱出してくれた方が手駒になるという考えかもしれません。やりきれない思いい思がします続いて7クラフボ方面 先週のオストロフスクエに続き、要所クラホボの東に隣接するマクシミリアノフカの解放が報告されました。こちらはロシア軍第150自動車化ライフル師団第102大隊の兵士たちによる報告映像が公開されていますので間違いありません。マクシミリアノフカとクラホボとの間に集落はありません。いよいよ本格的に大手がかかったことになります。 ライブで申し上げたことの答え合わせをしておきますと少し前にオーストラリアの西にある刑務所建物がロシア軍の目標になっていた際に鉄道線に沿って進んできたロシア軍が北から攻撃するのが自然だが現地のウクライナ部隊はロシア軍が南から攻撃していると報告しているもしマクシミリアノフ下のウクライナ軍がしっかりしていれば それを背にしたロシア軍は強い動きを取りづらいはずなのであるいはマクシミリアンの負荷は陥落が近いのかもしれないとお伝えしました果たしてその通りになったようです最後に政治の舞台では懸念材料としてウクライナ首脳部より核に関する発言が目立つようになっています欧州理事会においてゼレンスキーは、 ウクライナが核を持つか、NATO に加盟するか、いずれかだ。今は NATO 加盟を選択していると発言しました。つまり、NATO にすぐに加盟できないなら、核を持つしかないと言っています。同時にウクライナ高官が、数週間以内に核を持つ知識と材料を持っていると語ったと、ドイツのビルト氏が、 伝えていますまたオデッサで行われた北欧バルト8カ国外相との共同会見にてウクライナ外務省シビハ大臣がロシアが我が国の核エネルギー施設への攻撃を準備していることは承知していると発言これを阻止するためにも長距離兵器のロシア領内への使用を認めるよう西側に要求しました。 このつまりゼレンスキーはウクライナが核開発を進めていると信じ込ませそれが可能な唯一の施設である南ウクライナ原発をロシア軍に攻撃させようとしているワンランク上の条件を西側諸国から獲得するために NATO 即時加盟や長距離兵器使用などの条件です。 ロシアがこれに乗って攻撃してこなければどうするか、非常に懸念されます。それでは、10月20日日曜日の23時から23時半、YouTube ライブにてお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。See you!